はい、皆さんこんにちは、ナオジーです。本日もですね、またオンラインチャレンジの方をやっていこうと思うんですが、今日発売されるスニーカーは5月、皆さんが大注目している一足、エアジョーダン1のシャドウ 2.0 が発売になります。僕もですね、皆さんと同じようにこれはどうしても欲しいので、前の動画とかでも言ってますけども、絶対にね、全力で狙っていきたいと思います。で、まあただですね、最近スニーカーズはもう全く当たらないので、まあどうなるかちょっとね、やる前から気持ちが折れかけていますが、9時から抽選ということで、抽選系は本当に当たらないので、なんとかね、運よく当たってくれればいいんですが、まあはっきり言ってね、自信はないんですけども、やらないとね、そもそも当たらないというところもありますんで、気を取り直してやっていきたいと思ってます。今5月の15日土曜日8時51分を回りました。あと10分弱で始まるんですが、まあ今日もですね、また嫁さんと自分のアカウント2アカウントでやっていきたいと思うんですが、作戦もクソもなくてね、9時になりましたら抽選申し込みをして、ただ結果を待つと。最近ね、ちょっとオンラインチャレンジの動画とあとレビューしか上げられていないので、似たような動画ばかりで大変申し訳ないんですが、最後までお付き合いいただければと思います。抽選で外れまくってもう結構経ちますんで、今日こそは当たってほしい。で、今日発売されるシャドウ 2.0 というスニーカーは、簡単に言いますと、このオリジナル仕様のシャドウのつま先側の色がブラックとグレーが色が反転したモデルですね、簡単に言えば。で、あと違うところはグレーの部分がヌバック素材なんですね。こちらの王子仕様のシャドウはグレーの部分もブラックの部分も全てレザーなんですけども、今回発売されるシャドウ 2.0 はグレーの部分はヌバックと、でブラックの部分はレザーを使っているといった違いが、まあ大きな違いで言うとそこの2つぐらいですかね。まあ、あと細かなところはあるとは思うんですが、まあざっくり見た目で言うとその辺が違うということで、まあシャドウはね、まあ間違いないと思いますけども、今回発売されるこの 2.0 の色合いもオリジナルであってもね、全然良かったんじゃないかというようなカラーリングなんで、これはもうジョーダン1好きの人にとってはね、絶対手に入れたい一足だと思いますので、まあ僕も漏れなくそう思っておりますので、まあ頑張っていきたいところですかね。すいません、実はですね、今日寝坊しておりまして、本当はもうちょっと早く起きてね、こうセッティングをやって画角なんかも確認してね、しっかり準備をしてから始めようと思ったんですが、寝坊しまして、朝超バタバタの中、今超特急でカメラの電源を入れて今ここに座ってるんで、はっきり言ってまだ頭が全然回ってない状態なんで、今まで何を喋ったかもちょっと若干分かっておりませんが、お見苦しいところはね、申し訳ないです。最近ね、なるべく早く寝て体調管理をね、風邪ひくと大変なことになってしまうという状況なので、まあ仕事で遅くなったりするときはしょうがないんですけども、時間が取れるときはね、なるべく早く寝ようということを心がけているんですが、昨日はですね、ちょっとドラマをね、こいつでドラマを見てましたら、結構夜中のいい時間まで見てしまいまして、映画とかドラマって再放送のやつとかこういうやつで見始めると、僕の場合ですけども、最後まで見ないとね、気が収まらないというか、途中でまあ明日にしようとかっていうことができなくて、結構見切っちゃうんですよね。で、昨日も漏れなく見切りまして、最後まで見てみたらまあ大変な時間になってしまって、まあ慌てて寝たというところなんですよね。まあ今日があるんで、本当は早く寝てね、早く起きて万全の体制を整えたかったんですが、やらかしてしまったというところ。まあそんなことはどうでもいいんですが、さあ10秒前になりました。まあ抽選なんでね、カウントダウンする必要もなく、慌てる必要もなく、9時になりましたら手続きをしていこうと思うんですが、今日どっちから行こうかな。やっぱ自分のかな。はい、9時になりました。じゃあそれでは抽選の方エントリーしたいと思います。重いっすね。はい、じゃあ自分の方はね、エントリー完了です。はい、ということで嫁さんの方もエントリー完了しました。ちょっと嫁さんの方ね、なんかエントリーするのにバグっちゃって、なかなかエントリーまで行くのに時間がかかりましたが、まあなんとか無事にね、行きました。今日もですね、また例によってやることはこれで全て完了ということで、あと締め切りまで4分半ぐらいありますけども、締め切り終了後、また多分今日もそれから2、30分かかるんですかね、抽選結果が来るのに。多分抽選の締め切りが10分なんで、半とか半過ぎぐらいになんないと結果は来ないかもしれないですが、ぼちぼち待っていきたいと思います。9時10分になりまして、抽選の方が締め切りになりました。結果が出る間はまだ時間がありそうなので、スニーカーズの方、前回お伝えした、まあ今回このシャドウまでは狙いますというお話はしてましたけども、スニーカーズの方、少しまた発売情報が更新されまして、僕が狙いたいスニーカーがまたできましたので、それをご紹介したいと思います。確定で僕が狙おうと思っているのが、5月の22日土曜日に発売されるエアージョーダン7パリサンジェルマンですね。こちらは
狙ってみようかなと思います。パリサンジェルマン自体今まで僕はご縁がなくて、一足も買えたことはないんですが、まあ、ジョーダン7はねご存知の通り僕の出会いのスニーカーの一つでもありますんで、気に入ったものがあれば積極的に狙っていきたいなと思ってるところなので、このジョーダン7は狙おうかなと思っております。で、あともう一個悩んでるのが5月の21日金曜日に発売されるエアジョーダン1のローです。いや久々にローで、まあ、OG 仕様のシュータンがナイキエアのモデルが発売されるわけなんですが、まあ、正直これはちょっと若干迷ってます。 OG という、まあ、エアジョーダン1のロー OG と名前はついてますが、おお、どう来ました、ゴッテム、やった、いやー来ましたね。ちょっと忘れずに画面保存をして、来ました、ゴッテム、やった、いやーびっくりしましたね。やっぱり当たるときは早いんすよ、今回早いっすね。いやーよかった、久々に抽選で当たったよ。そして嫁さんの方はまだ結果が来てません。まあこれ多分ダメですね。じゃあちょっと嫁さんの結果だけね、ちゃんとハズレが確認できたら動画の方終わりたいと思います。いやーちょっと待ってくださいね、この画面消すのがねすごい嫌なんで、このままにしときたいです。あ、そうですね、じゃあこれはこのままにしといてこっちの嫁さんの方で見ましょうか。何言ってたっけ？あ、そうですね。5月の21日に発売される AJ1 のローの OG なんですが、シュータンがナイキエアになってるんですけども、まあ、正直ね、ちょっと見た目が、まあ、微妙は微妙なんです、僕の中で。っていうのも、シュータンが、まあ、ちょっとね、黒と白でね、加工というか、違うような感じになってますし、あとはですね、このヒールのウィングロゴのところも、まあ、通常の今までジャンプマンで発売されていた AJ1 のローともちょっと違うんですよね。もっと違うのが、つま先のところに数種が入ってるというところが、まあ違うので、色的には、このゴーストグリーンと書かれてますけども、ちょっと明るめなライトグリーンっぽい色で、色的にはすごくいいなと思うんですが、ちょっと作りがね、やっぱり OG とは書かれていますが、まあ若干またね、アレンジされているというところで、ローカットがね、欲しいなというところもあるんですが、まあこれは今正直悩んでます。シューターのナイキエアだけ、ナイキエアになってるからといって、まあなんかねちょっと違うかなっていう気も自分ではしていて、まあ今のところねもう見た瞬間からオーシー行こうという感じではちょっとなっていないので、まあこれはもうちょっと悩んでどうしようか考えようと思います。ということで今のところスニーカーズには5月の24日分まで出てますが、まあその中で言いますと必ずもう狙いたいなと思いますのは、先ほども言った通り AJ7 は狙っていきたいなと思います。あとは今のところいいかなと思っておりまして、まあとりあえずこの7だけはね行きたいかなと思います。まだ嫁さんのやつの結果が来てませんので、もうちょっと待っていきたいと思いますが、これどうなんだろうな、まだ結果来てないよね。ダメなのは分かってるんですが、ダメだという結果をねちゃんとお伝えしないといけないんで、はい、ということで今9時34分ですが、嫁さんの方は落選ということで通知が来ました。いやー長かった、もう待ちきれないですよね。分かってはいましたけども、一応皆さんにね、結果をお伝えしたいということで、今、結果が来ました。はい、ということで、本日は、エアジョーダン1のシャドウ 2.0 のオンラインチャレンジをお送りしまして、無事ゴッテムということで、ありがとうございました。いやー、久々にね、良い結果がお伝えできて、非常に良かったと思っております。ということで、また商品の方は届きましたら、開封レビューの方はしたいと思うんですが、ちなみにまだ、AJKO の方も、まだ、出品者様が発送の方、まだしていないので、今のところ到着は未定なんですけども、AJKO とシャドウ 2.0 と、2足の方はですね、届き次第順次レビューの方をしたいと思いますので、ぜひお楽しみにしていただければと思います。はい、ということで本日の動画は以上で終わります。ありがとうございました。